がエゾリスミールさんです。学生さんがいらっしゃるんですけど、若い人向けの食べ物が多くて、学生さんが、ね、並ぶ時ありますね。最近のおすすめは何ですか？最近のおすすめはこちらのブリュレソフトになるんですけど、当店オリジナルのブリュレにあのエゾリスミールの人気のソフトクリームを乗せたデザートになっています。よりですね、ソフトクリームが多かった気がしますけど、ゆなさんのサービスだったんでしょうか。すごく美味しいです、ね、中のブリュレの上のカラメルの苦味とソフトクリームがまた美味しくて、はい、こちらがスポーツショップフルーチです。こんにちは。いらっしゃいませ。創業は何年でした？今41年終わって42年目に入りました。はい、で最近新しく魅力が追加されたと。あ、そうですね、12月にちょっと車庫をですね、改装しまして、グローブだけの部屋を作りたいなと思って作ったのがあるんです。ご案内してもいいですか？はい、こちらです。じゃあこのスペースを増設しようと思ったんですか？はい、実はですね、私自身が大阪とかいろんなこう専門ショップを見て歩いてた時に、大阪ってすごいんです。もう地面から天井までグローブだらけドーンってなって、それがもうずらーっとこう奥の方まで続いてるんですよね。でこれをいや、なんか北海道で、まあ、そこまではできないにしてもやりたいなって思って、とりあえずここ増設する前はそういうふうに限られたスペースでやってたんですよね。そしたらそれを見て、こう網走の方から5時間半かけて来たお客様がいて、こんな風に実際に手をはめて買えるなんて幸せだって言ったんですよ。どういうことですかって言ったら、生まれてこの方インターネットでしかグローブって買ったことなかったって言ってて、手はめて自分の手に合うかどうか確かめて買えることがすごい嬉しいって言って帰ってたんですよね。これは多分こういう風に思ってる人はいっぱいいるだろうなと思って、それでこの車庫をちょっと、もう全部グローブにして手を入れて確かめて買えるっていう風にしたいと思ったんです。それがこれのきっかけでした。こちらが手打ちそば石切山です。こんにちは。こんにちは。来ました。はい、こんにちは。こんにちは。石切山の店主の富樫さんです。とここは何年にできたんでしたっけ？ですね、こちらの平成26年の10月とか、はい、今年の10月で、6年が過ぎて7年になります、はいはい、おかげさまで。すごい綺麗なお蕎麦を打つんです、店主さん。おすすめは何ですか？一番今はですね、やはりここを見ていただくと、秋限定のきのこそば、それと舞茸の天ぷら、これが一番おすすめです。こちらが旧石山郵便局ポスト館です。はい、こちらがポスト館のプロジェクトリーダーの吉村さんです。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ポスト館はいつオープンしましたか？2019年、4月の27日ですね、はい、うん、で中には何が？中には、この方のやっている実は南石屋という札幌南石を使ったね、グッズを売ってるお店と、あとカフェ、西くるカフェというカフェ、この2点が入ってます、はい、2階が西くるカフェ、1階が
のカウンター席、あとは軟席屋の売り場、はい、という店です。はい、でその他にも南区のいいものあったんですか？そうですね、あの入り口のところに、ね、入ってきたところにいろいろ今並んでるんですけど、野菜とか、ね、果物、南区で採れたものを中心に、そういうのを、ね、販売してますよ。ポスト館はちょっと他のお店とは変わっていて、あることをしてご支援をいただいて始まったんですよね。そうなんですよ。実はあのここは元郵便局だったんですよね。石山郵便局という、まあ、80年前にできた郵便局で、現役を退いたのが札幌オリンピックの次の年だったかな。でそこからちょっと、まあ、コミュニティスペース的に使われていたりしたんですけど、結構空き家になってたことが多くてね、それを再生しようということで、実はあのクラウドファンディングをやりまして、多くの方のご支援をいただいて、あの再生しました。おいでよ商店街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 。